後ろのガラスのフィルムをめくってきます同期されるまで待っていきます LINE のアプリを開くとこの「おかえりなさい」っていう画面が PayPay ですねログイン認証のこの「こんにちはよ田です」ということでえ月々1円 iPhone がついにソフトバンクから届きましたので今日はですねこの開封と初期設定のやり方について解説していきたいと思います久しぶりに iPhone の移行やったんですけどすごい簡単になっていたので誰でも真似するだけで初期設定できると思いますので是非参考にしてみてください こでれがソフトバンクから来た箱になります。で開封していくと中にはですねまず手順の手引きとえここは機種変更のやり方が紹介されてます iPhone の本体がこちらです今箱に入ってる状態です裏面はこんな感じで SIM カードが入ってますめぐって開封しますここからえ箱から本体出していきます力入れすぎて本体が飛び出ないように注意が必要ですはい、こんな感じで 開きましたね。綺麗ですね。で、後ろに付属品が入っています。これが USB-C ケーブルです。で、こちらには Apple のシールとピンが入っています。これが iPhone の本体ですね。背面もすごい綺麗で、マットなガラスがね、15シリーズは本当に綺麗ですよね。後ろのガラスのフィルムをめくってきます。はい。とても綺麗です。いい感じです。 続いてシムです。これが iPhone のソフトバンクのシムになっています。カチッと取ってシムカードをちっちゃいサイズに外していきます。シムカードの取り付け方法は後ほど紹介します。じゃあ早速セットアップを始めたいと思います。まず日本語を設定してこの右側の古い iPhone に。 新しい iPhone を設定というこのシートが出てきましたので、続けるを押します。Face ID くるっとしたら、ちょっと待っていきます。この他の iPhone を待機中という画面になっているので、古い iPhone でこのまま読み取りますと、ちょっと待っているとこっちとペアリングが始まります。ということで、古い iPhone に設定のところが出てきたので、自分用に設定に進みます。 はい、そうすると左側パスコードの入力画面が開きます。入れたら次へ。iPhone を設定中というところで、新しい iPhone で設定が始まります。古い iPhone の方はそのまま転送されている間は近くに置いといてくださいということが表示されています。ということで電話番号の転送が新しい方に出てきました。今回は、えー、転送の可能なの2件あるって書いてあるんですけど、これだと eSIM になってしまうので、そのまま物理 SIM 使いたいので、今回は後でセットアップにします。 データとプライバシーの設定ということで続けます。次が Face ID の設定です。今回は後で続けたいと思います。ということで古い iPhone からのデータの転送です。予想転送時間15分から20分というところで続けていきます。続いて Apple ID のログインです。スワードを入れてサインインします。あとはこのまんま、えー、いろんなものが同期されるまで、えー、待っていきます。同意。 はい、といととうことで新しい iPhone に設定を行こうという画面になります。ここで何を、ね、移動するかっていうのが出てきますが、今回はすべてアプリからウォレットの内容だったり、AppleWatch との接続だったりを転送したいのでカスタマイズはせずに続けることにします。時情報をオンにします。ここから ApplePay の設定に入ってきます。カードのセキュリティコードをひたすら入れてウォレットに追加していくっていう作業になります。そして Suica などの電子マネーのカードも引き続き登録されていきます。はい、 次に iCloud のストレージについてですが、今回は買わないのでスキップします。次、緊急 SOS の設定です。なんかいろんな衝動した時や、えー、衛星通信などで SOS を呼べる機能なんですけど、使いたいので続けるをします。はい。あとはデータを転送中というところで、ひたすらこのインジゲーターがここの100%まで来るのを待ちます。ということで、20分くらい待ったら、 転送が完了しました。新しい方の iPhone を見ますと、まあ、一通り設定とかアプリの配置は終わっている状態なんですけども、まだアプリのダウンロードが済んでいません。まあ、これはアプリのダウンロード終わるまでもうひたすら待ちます。えー、写真とか、えー、主要な、ね、データの移行っていうのはもうすべて済んでいます。ダウンロードを待ってる間に、えー、SIM カードの移行をやっていきます。SIM カードの移行は、この iPhone の付属品に入っているこのピンですね。これを使います。 これを取り出して、えー、この下のところですね。うっと押しますと、このトレイが出てきます。このトレイに、このような SIM カードって言われるあ、携帯の電話番号とかが入っているカードを入れて差し込むことで番号の移行ができます。こんな感じでセットして、ここに差し込みます。 これでキャリアがね、えー、入っていますので無事に携帯電話が使えるようになっています。ということでここまで本体のデータの移行方法を紹介してきたんですけどここからはいくつか主要なアプリでのまあ注意点とか、えー、移行方法について紹介できればなと思ってます。えー、まずは皆さんよく使いますね LINE です、えー、こんな感じで画面出したんですけど、えー、引き継ぎガイドというところにえと画面が載ってたのでそこを引用しながら話すんですけど ここですね、えー、LINE のアプリを開くとこの「おかえりなさい」っていう画面が多分で出てくると思いますなのでここの「本人確認をする」っていう緑の方のボタンを押して、えー、自分が設定していた LINE の ID とパスワードを入れることによって、えー、ログインして、えー、トーク履歴とか友達とか全てを新しい iPhone に引き継ぐことができます、えー、この「初期化」っていう方を押してしまうと、えー、データが、ね、消えて新しいアカウントになってしまうので必ずこの「本人確認をする」っていう方を押してください 続いて社会人ならよく使うマイクロソフトのオフィスなどをログインするために使うオーセンティケーターです。このオーセンティケーターね、いろいろ、えっと、コツというか、あの、ハマりポイントがあるんですけど、僕もえっと、今までの iPhone から古いやつの以前ですね、移行し忘れて、マイクロソフトアカウントに一切ログインできなくなるというね、もう事件が起きました。結果、サポートに電話することでアカウント解除してくれるんですけど、3、4日かかるので、必ずね、社会人の方、毎日こう使うものだと思うんで、絶対移行させてください。移行方法は、えっと、アプリを普通に入れて、サインインするだけです。サインインしたら、えっ、ー、と、 古いデバイスのは消してしまっても問題なく使えましたので必ずマックロソフトのアカウントのこのアプリだけは移行をねしてくださいえいろんなアプリの機種変更あったんですけど一番めんどくさかった大変でしたでこっからはあと金融系のアプリっていうのも移行を必ずしてくださいまずは PayPay ですね、えー、このサポートリンク買っておきますけど NNP や同じ電話番号で機種変更した場合っていうのをどうすればいいですかということで PayPay ペイペイアプリを開いてログインのために行ったら電話番号とパスワードを入力します そしたら、えっと、ログイン認証のこの画面、新しい端末でログインが認証が必要ってところで、えっと、ログイン中の別端末が手元にある内で選べますので、僕はこの手元にない方を選んだら、SMS で4桁から6桁のいわゆる認証番号が届きまして、そこでね、それを入れたら普通に使えるようになりました。古い端末でもそのまま使えてしまうので、必ずログアウトしておいてください。 あとは、クレカ系のアプリですね。えー、ゆうちょ銀行のこの通帳アプリっていうのは、そのままね、ログイン情報引き継がれていたので、何もしなくても私の場合は使えました。あとは、えっ、ー、と、りそな銀行のアプリ。これは毎回これログインしなきゃいけないんですけど、カードの裏面と表面の番号が必要なんですよね。で、カードを毎回僕は持っていないので困るんですけど、リソナー銀行もし使ってる方で、えー、移行したい場合っていうのは、 カードを必ずね、キャッシュカード用意しておいてください。あと銀行系だとメインバンクの住みに SBI ですね。これ、アプリで ATM って言って、キャッシュカードがなくてもセブン銀行とかで、えー、ATM からお金が下ろせるね、えー、超便利なアプリなんですけども、これも普通にログインし直すことで使いました。余談ですが、すごいおすすめな銀行アプリです。 他にもクレジットカード系のアプリですね。有名な楽天カードとかだと普通に楽天の ID でログインすることによって使えました。三井住友カードもログインが再認証必要だったんですけど、ログインすれば普通に使えました。それから Suica のオートチャージで使っているビューカードですね。これもログインし直すことで簡単に使えました。 ということで iPhone の開封と初期設定を行ってきました。初期設定はもうフローに従っていくだけなのでとにかく簡単なんですけども、一つポイントがあるとすれば移行中新旧 iPhone 両方とも使えなくなってしまうので、時間に余裕がある時に行うことがベストかなと思います。それからアプリによってはね、移行をちゃんとしておかないと後に困るっていう場合があります。まあ、さっき言った主要なアプリもそうですけども、特に認証系のアプリですね。あのマ o s ソフトのやつとか、あそこら辺はね、移行しないといろいろ 不便なことになってしまうので、えー、しっかりね、えー、ちゃんと移行しましょう。あと、アプリのダウンロード時間なんですけども、私の場合は一晩ね、置いたら、全部ね、アプリが100個、200個くらいね、入っていましたので、まあ、Wi-Fi の速度にもよると思うんですけど、えー、まあ夜やって、えー、一晩置いておけば、全部ね、新しくデータが移行されてるっていう感じで思うと、えー、かなりね、楽だったなと思いました。 やってみた感想はやっぱりね、以前だと iCloud に入れたりとか、それから iTunes に繋いでパソコンが必要だったりみたいな感じでかなり複雑だったんですけども、今回ね、やっぱり新しいこう時代になってアップデートをしていくたびに移行のしやすさっていうのはかなり上がってるなと思いました。以前だったらめんどくさかったなってイメージだったんですが、今回はね、結構簡単にできて正直ね、驚きました。 それからやっぱりデータ容量が多いと時間かかってしまうので、えー、もしね、新しい iPhone に移行するよって決まってたら、えー、事前にデータをね、フル p ア o n ンで削除したりとか、整理したりしておくことによって、まあ、ちょっと時短できるかなと思いますので、そこら辺とか工夫しながらやっていくとかなりスムーズに移行できるんじゃないかなと思いました。 ということで、この動画ではデザインとテクノロジーとということで、ヨータが気になったデザインやテクノロジーについて発信しておりますので、ゆるゆるゆると更新しております。ぜひね、この動画気に入っていただけたらチャンネル登録、そして高評価、ベルマークのオンをよろしくお願いします。ということで、お会いいたいヨータでした。バイバイ。